でも、バン。おじさんです。はい、本日は私はここ神奈川県平塚市に来ております。そう、湘南平をハイキングするために、はい、今日もやってまいりました。おじさんによるデーザハイキング。ダラダラ喋ってもね、何も楽しいこと、面白いことも一つも言えませんので、もう行く。バン。高田公園の 0.4 キロ、湘南台が2キロ、こちらですね。よし。ちなみに、ただいまの時刻が12時20分。一応今日のルートは、雲水峡出発して、湘南平行って、その後なんか、2、3個山、一応縦走して、また大伊勢駅に、帰ってくる感じですかね。だいたい2、3時間で終わるハイキングだと思います。今日は、どういったハイキングになるのかな。天気はいいです。はい。静かだからさ。静かな住宅街にうるさいおじさんが一人でさ、ちょっとこれ坂きついな。あ、もう海が見えますね。向こうにはね、いいじゃん、もうここでもう十分綺麗じゃん。十分綺麗じゃん。公園、はい、ここが高田公園ですね。湘南台 1.7 キロ、はい、行きましょう。高田信彦公園に誰も人がいないな。さあ、大磯の皆さん、ここ高田信彦公園に出てこいや。行きましょう。の中にもおちゃんだね。へえ、すげえとこにあるんだ。すごいな、バーベキューできんじゃん。この人のうちダンベルも置いてあるし、筋トレできてバーベキューできて、すごいな。はい、湘南平 1.5 キロです。素敵なお家ばっかりですけども、朝遅刻したら大変よ。朝遅刻したら大変や、そこ下っていくのは。下りは早いか。帰りきついよ。疲れて、部活終わって帰ってきて、あの坂道上がるのきついよ。めっちゃ残業して、疲れて帰ってきて、あの坂道上るの辛いよ。あれは自転車も辛いぞ。車ねとダメだな。さあ、そんなこと言いながら、山道入った感じですかね。さあ、いいね、なんかもう、広いし、道幅が。行こう行こう。どんどん行こう。至る所にウーバーイーツの配達員、大変だよ、ここまで来んの。ウーバーイーツの配達員、大変だよ、このうちに届けんの。あ、こんなのあった。ちなみに右手の道はここ、私は大伊勢駅からここまで来て、湘南平行って、こうぐるっと、駒山公園行って、最終的にまた大伊勢駅、こうですね。はい。な感じで今日は行きたいと思います。駒山、見てる。うわ、びっくりした。びっくりしたな、こいつ。全然、俺の呼吸呼吸じゃ聞かない。全然聞かない。何これ。すいません、デコピンで飛ばしてみましょう。びっくりした、今。全然、私の、夫婦攻撃を、全く苦にしない、今の、無事なんだ。やばいね。おぉ、倒木してるね。そしてこっちは長い階段だね。え？やだけど、こっちでしょ。
嫌だけど、だって登録してるんだもん。まあ間を通りゃいいだけの話なんですが、このような感じです。やだ、怖いな。トゥートゥートゥーって言ってる、トゥートゥートゥーって言ってる、何かが、トゥー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 、おはぁ、小さいけど、イエーイ、ダンス多いな。うわ、はい、登り切ったい。きつっ、きつっ、階段きつっ、よいしょ。こんにちは、こんにちは。まあまあ急なところに出ましたね。まあ、ロープあるからね、危ないからね。いいよ、まあ下るっすね。あの階段を登った後なのに下るね。涼いね。涼いわ。最初の坂道と今さっきの階段でめっちゃ汗かいてますけど、涼いわここは。あとあれだね、登山客の方もちらほらいますね。少ないですけどね。そんな感じでみんな楽しんでますよ。お疲れ様です。喋ってる最中に、来ちゃって、こんにちはじゃなくてお疲れ様ですでもない、ザムですみたいになっちゃったんですね。気持ち悪いやつだと思えたんじゃないですか。そう、絶対こんにちはだよね。今ちょうど喋ってる最中来ちゃったから、こんにちはでもなくお疲れ様ですでもない、ザムですって、これは失礼だな。字やと読めません。穴であること、穴群であることは、横穴群であることは間違いないと。ちょっと行ってみますか。この戻ってくるとき、この階段登んなきゃいけないのかい。嫌だな。これか、これだ、横穴群の住んでたのかな。あ、でもこういう穴が、でもすごい綺麗、中、あの中こんな感じです。すげえ、こういうのがまだ残ってるんですね。わあ、これ水入ってる。うわ、怖、うわ、怖いな。おぉ、びっくりした、怖え。ゴミか。瓶とかいっぱいで、怖え。いや、上とか見たら、怖いか。こんな感じです。あ、誰、瓶あそこに、綺麗に並べて。ダメだろ。怖い、怖い。ここ、怖い。登ったんだけど。滑る、あ、やべ、滑る。滑る。危ない危ない。滑るわ。苔で滑る。危ない。ダメだ。危ない。滑る。陽国寺宿王傑群です。横穴群じゃないです。王傑群です。古墳時代。10秒ぐらい停止しておきますので、皆様お読みになってください。
古墳時代です。陽国寺宿応決軍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 。言えましたね。はい。東京特許許可局。東京特許許可局。陽国寺。はい、戻りましょう。はい。早く仕事場の練習にもなりましたし。戻りましょう。これ階段。やだ。これやだ。戻ってきました。横口屋の大決軍から。はい、その辺は200メートル行きましょう。はい。よいしょ。また階段だった。ザハーン。ザーハーン。どうも、僕が、あら、真似ちゃってるね。よいしょ。なんだ俺、橋だよね、一応ね、橋じゃねえか、舗装されてますね。おっ、すっげえ、今度危ねえ、怖いね。よし、こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。だよ。さっきのあれ、ウェイウェイスみたいな、やってないよ。ちゃんと言いたい、こんにちはって。ほんと、さっきの何だったんだろう。何なんだ、ウェイウェイスみたいな。滑るね、若干。湘南ダイラーまで書いてない。200メートルか。はい。湘南ダイラー行って、その後こっちですね。千元山、駒山行きます。よいしょ。あ、また階段だった。あ。お、でももう、なんか見た。鉄塔見てます。よし。おいしょ。いや、あ、なんか、ベンチ座みたいになって、テーブルもあるな。あ、はあ、いや、いや。よいしょ。うわ、ブーンだって。いや、うわ、すげえ、着きました。湘南平です。はい。神奈川の継承50戦湘南大和でございます。うし、すっぱいな。よし、あの展望台みたいなところ登って景色を見ましょう。なんかいろいろレストランとかありますね。湘南大和、すごい湘南大和のレストラン。なんかピザとかパンケーキ。湘南ダイヤから見える景色でございます。すげえ気持ちいい。
ペーしたね。すごい。なんか緊張ですね。これですね、ただの硬そうです。ちょここ高田信彦公園に出てこいや、行きましょう。誰もいないんだよね、高田信彦公園に。高田信彦公園に誰もいないんだよね。高田信彦公園に大磯の男の中の男出てこいや、いないんだよね、誰も。じゃあすいません、ありがとうございました。高田信彦公園さん、ありがとうございました。はい。とっさに出たっすね。こんにちは、出なかったの。やばいな、あの人、失礼だな。なんだろ、今の、まずめーす、みたいな。これはまずい。こんにちは、出なかったぞ。最初、すれ違った人には、こんにちはって言えたのに、今の人には、お疲れ様ですでもない、ベンベルベー、みたいな。やばいな。気をつけないと。ちゃんと、こんにちは。おはようございます、お疲れ様です、ありがとうございました。いや、言えるんだよ、大人だから。40だから言える。なんで言えなかったんだっけ。洋国地宿応決軍、洋国地宿応決軍、洋国地宿応決軍、東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許、洋国地宿応決軍、洋国地宿応決軍、洋国、わかんないよ。ありがとうございました。洋国地宿応決軍でした。いいね、滑舌の練習に向いてますよ。洋国寺屋と王傑軍、洋国寺屋と王傑軍、洋国寺屋と王傑軍、東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可、うん、ダメ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 